4つ目の議題、ソサエティ 5.0 の推進と政府研究開発投資目標の達成に向けては、私の方からご説明を申し上げます。まず1において、政府4、資料4をご覧ください。1におきまして、システィとして各府省に対し科学技術イノベーションに資することが期待される事業の積極的な検討を求めることとしております。これは新しい研究開発事業の実施や既存の科学技術イノベーション事業の拡充などに加えて、国交省が推進しているアイコンストラクションのように、今まで科学技術イノベーション関連事業ではなかったものを新たな技術研究成果の実証の場に変容させることなどを通じ、非科学技術イノベーション事業の科学技術イノベーション事業への転換を促して促していきたいと考えております。これにより科学技術イノベーションをこれまで以上に広い分野で活用する環境を醸成していきたいと考えております。2でございますが、ではそのような各省の検討を踏まえ、システィが関連事業を特定することでその質を担保するとともに、3においてその特定された事業が予算編成過程で重点が置かれるよう財務省と連携をすることとしております。予算編成過程において財務省としっかりと連携していくことを明記することにより、各府省に対するインセンティブとし、科学技術イノベーション関連事業の検討を促進したいと考えております。これらの取り組みにより、年末の予算政府案において科学技術基本計画に定められた政府研究開発投資の対 GDP 比 1% を目指した所要の予算が確保されるよう努めることといたしました。なお所要の予算額については次ページに内閣府の試算として示してはありますが、平成32年度までの3年間で約9000億円の増額が必要になると考えております。また最後に、本日ターゲット領域についても決定をいただきましたが、その事業予算である科学技術イノベーション官民投資拡大推進費についても適切な規模の予算を確保するよう努めるといたしました。以上が本決定案の概要でございますが、最後に一言付け加えさせていただくとすれば、科学技術イノベーションを推進し、それによる持続的な経済成長を実現するため、政府が一丸となってイノベーション環境の創出に取り組む必要があります。関係閣僚におかれましては、既存事業の科学技術イノベーション事業への転換を含め、本決定の着実な実施実現に向けて、引き続きぜひともご協力をお願いをいたしたいというふうに思います。以上ですが、提出資料のとおり決定させていただきまして、よろしくございますでしょうか。いいな。ありがとうございます。ここで経団連の榊原会長に一言いただきたいと思います。はい、今回、政府研究開発投資の対 GDP 比 1% を目指して、予算の増額に取り組むという方針を示していただいたことに対しまして、産業界として大いに歓迎したいと思います。一方で、その増額の対象を、既存事業に科学技術イノベーションの要素を取り入れると、そういうことによって達成すると、まあ、これも大事ですけれども、これだけでは不十分だと思います。産業界としては、ぜひとも革新的な領域の研究開発による投資の増額、いわゆる真水の増額を期待したいと思います。まあ、そうした観点からも、経団連では、科学技術関係予算を新規に、まあ、少なくとも2500億円確保することを提言しております。本資料記載内容の実行をもとより、平成31年度以降につきましても、引き続き既存の SIP と新型 SIP の双方に対する予算の拡充、さらにはインパクトやファースト型のプログラムの実施による投資目標の実現を図っていただきたいと思います。私の産業界、これまでも民間の研究開発投資を着実に拡充してまいりました。今回の決定を踏まえまして、研究開発投資対 GDP 比 3.0% を目指し、引き続き拡充に努力してまいります。政府におかれましても、対 GDP 比 1% を目指した着実な取り組みを進めていただき、官民で力を合わせて対 GDP 比合計 4% を達成したいと思います。ありがとうございました。最後に安倍総理よりご挨拶をいただきたいと思います。本日の政府の研究開発投資を経済財政再生計画の整合性を確保しつつ、対 GDP 比の 1% とするとの目標を達成する具体的な道筋を決定しました。第5期科学技術基本計画の期間中に確実に達成できるよう、関係閣僚は本日の決定に従って研究開発投資を拡大するよう努力してください。政府の研究開発については民間投資の誘発効果が高く、財政効率化にも資すると考えられます。
ターゲット領域を決めました。来年度は SIP を着実に進めるとともに、これら領域への投資を促す推進費を創設する方針です。坂出原経団連会長には、政府の取り組みに合わせ、民間研究開発投資の対 GDP 比 3% を目指し、産業界も努力する旨、力強く宣言をいただきました。官民が一致協力して、日本全体で研究開発投資の対 GDP 比 4% という世界最高のレベルの水準を目指します。これにより、日本を世界で最も研究環境が充実し、イノベーションに適した国としていきたいと思います。ありがとうございます。